Thank you.
黒沢楽曲福岡ミーナ天神店アコースティックギター担当の吉沢です。よろしくお願いします。はい、もうですね、気分を一新してですね、日焼けのやっとですね、この手の後はですね、治ってきてですね、みずぼらしくない感じになったんですけどもね、髪もさらに変えてきたんで、ちょっとびっくりした人もいると思うんですけど、やっぱですね、もう髪をね、こう坊主にして一新して気合い入れてやっていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。で、今回紹介するギターなんですけれども、今回はですね、マーチンのカスタムのトリプル O45 アディロン×ココボロになります。こちらですね、まあ1年ぐらい前にですね、オーダーしたやつで、少し前に、カスタム D45 のアディロンココボロを、が入荷したんですけれども、それと同じ時に、オーダーしたモデルになります。で、仕様はですね、トップが、アディロンダックスプルースのプレミアムグレード、サイドバックがココボロですね。で、45になっているので、このサイドの部分もですね、ちゃんとですね、はい、アバロンインレイがあってですね。で、ネックはもう指定しているので、マホーガニーをちゃんとしっかり指定し、やっています。で、縦ロゴ、これですね。ここにもココボロが使われていてですね。で、あとは、ここですね。ロングサドルになっていることと、中のブレーシング、X のブレーシングがですね、ゴールデンエラスタイルって言って、普通よりも、薄めに削ってある、薄めになってるモデル、ブレーシングになるので、より、木がですね、揺れて連動しやすくなっています。やっぱですね、このもうなんか、すごい、上品な感じ、上品な感じの音してますよね。あとこれですね。左右非対称ですね。こう木目、これね、なんかもう本当なんか計算されたデザインなんじゃないかって思うぐらいね、こう書き上げたんじゃないかなってぐらい、こう芸術的な木目になってますね。こう見ていて飽きない木目なんじゃないかなっていう、これがですね、特徴的でにはなります。あとはですね、これあえてスノーフレークインレイにしました。45のですね、トリプル45のヘキサゴンで結構主張が激しいんで、まぁ、ちょっとそこはですね、やめて、普通のスノーフレークインレイにしました。まぁ、よりですね、まあ、こっちが目立つようにはしたって感じですね。もしですね。いやー、いいですね。この綺麗な感じ。はい。まぁ、お値段はですね、しますけれども、一生の一本であれば、もう全然お安いのではないかなと思う気がします。はい。もしですね、このギターが気になる方は、福岡ミーナ天神店に遊びに来ていただくか、もしくは、メールか電話で私に問い合わせてください。それでは、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。